Hey, what's up, guys? Indian Sensei, welcome back to an episode of Hell's Paradise. And episode number 8 is here. And yeah, in last episode, we got to know what the island is supposed to be. And the elixir of life does exist. And there are gods living on that island. And the elixir of life is supposed to be in the center of the island in a spherical manner. So, a center of a circle, basically. And there are two gods who are basically immortal, you can say. You cannot kill them, you will regenerate and everything. And two of the guys basically went and fought them. And I'm assuming they are dead. It could be they are not dead, but. Hey, who is this? Monogokoro tsuita koro ni wa zutto onashi koto o iwarete kita. クズ、ろくでなし、ごくつぶし。貧民街で生まれ育った。親には自分を食わせる余裕も、気力もなかった。腹が減ったら盗む、奪う。殺し以外は何でもやった。Hey, who is this story about?眠りたい時に寝て、起きたい時に起きた。自由だった。It's our one-eyed guy. フロージか、クズめ。もう勘弁してくれ。そこまでにしておけ。なんだってめ。What's that? Hey, Kakashi.Oh, it's about this guy. Okay. Yamikumo ni hama wo aruitemo, shima no soto e tsunagaru kairyū wa mitsukaranai. Hizashi to suna ni taiyoku wo ubawarete. Ah, mo seiron yamete! Baka nari ni kangaete no kōdou tsu. Mori wa mushi yara bakemono yara ga iru desho. Kyōryoku sureba taoseru daro. Josei to wakatta iijou, kiken wa saketai tsu. Yappari muko ni natte kure. Iroiro to shōsō tsu.無垢だなんだもん。まずは生きてここを出ないと。時間はかけても安全策を取りましょう。戦闘は徹底的に避ける。慎重なところもおっと向きだ。お、there is one more guy. Oh, Tenzin. Who? There are more than two Tenzins. 森が騒がしかった。珍しいことだ。多くの喪神の死体を見た。これも珍しいことだ。お前らの仕業か。Oh, he's a guy. 男になった。化け物っす。逃げましょう。なんで逃げる。無駄なのに。おお。別にいいんだけど、気になるだろ？いつもと何か違うと。そういうの嫌なんだ。よく動くな、人間のくせに。Oh, oh, nice shot, bro. But human のくせに。ヌルガイさん、合図で走りますよ。倒すことは考えず逃げる。自分はスタミナはないが、減速は自慢っす。
お今ナイスブロナイススキルスHe will find. Oh, oh. 服が破れた。最悪だ。先生。走れ。剣道。山田朝右衛門シオン自分の師匠っす目が潰れてる何森を走ってるぞ匂いや音で見てるらしいっすおーナイスだいぶ離れたなヌルガイクアンさんこの人がいりゃもう安心ですよシオンさんは自分の恩人でThanks for. Okay, he is stronger than Red Santa. 先の立ち筋、転速にこだわりすぎて動きが雑だ。ああいう相手はまず首か足を狙え。踏み込みの甘さも音でわかる。一等の所作は丁寧に。こんな時でも相変わらず先生っすね。なんか逆にほっとしたっす。お前の爪の甘さも治らんな。まったく。無事でよかったよ。船の上が見納めになるかと。ツッコミ待ちっすか？つうか先生は一人で何してたんすか？自分の役割を終え帰路に着いたのだが島の外への海流が見つからず方々を探していたのだ俺たちと同じだ一箇所だけ外への海流らしき場所があったただ今まで聞いたことのない音と気配でさすがに盲目の私一人では限界があると思い同じく帰路につくものを探していたそこを連れてってください3人ならなんとかなりますよああそうかもなだがその前に何してるんすか先生今度はお前が説明してくれ先生なぜ罪人をかばっている規則違反や想定外の事態なら即刻罪人を処刑しろと言われたはずだ私はそうした私を籠絡しようとした罪人を処刑したせめて苦しまぬやり方でなお前はその罪人に肩入れしているようだが理由を説明してくれ場合によっては私が処刑しようこの子は罪を犯してないんです人別帳の内容は一通り頭に入っている罪人たちの事情は承知してるさだが罪とは得てして時代が決めるものだ天座山田朝右衛門とは時代が振り下ろす刀刀が自ら切れる He is that guy に外れる何よりWho we saw in the very first episode 山田家全体の謀反と取られかね of this island一人の行動でお家を危険にさらすのだでも先生は自分に剣を教えてくれたじゃないですか無頼で無宿人だった自分を拾う義理のない自分を拾ってくれたのは先生じゃないですかそれはお前に才覚と可能性を感じたからだなら自分も同じっすThese characters a little bit look like characters from Bleach. Don't you agree? This looks like Kira from the Lieutenant Kira. That guy looks like one of the captains. His art style is similar to Bleach for some reason. I don't know. I don't know. 真剣に訴えりゃ聞いてくれるって。Bro, he will kill you.
you forgot about those guys. ま、そこまで言うなら。ほら来た！ね、結局いい人なんすよ。お、お。だが、あくまで保留だぞ。もしも彼女をかばうことが山田家を、あるいはお前を危険にさらすなら、その時は、ん？なんだ？彼女ってよくわかりましたね。わかるよ。目利きは得意だ。好きっすね、そういう。よろしく、先生。よろしく、ヌルガイ。だが、君が先生と呼ぶ必要はない。私は君に何も与えていないからね。うん、では早速、先生の言う海流へ行ってみましょう。大声を出すな。急がず慎重に行こう。目下危険なのは戦国の化け物だな。とても人とは思えない。遭遇した際の対処も考えておこう。逃げるだけならさっきの要領で行けそうっすけどね。舐められてるな。助かったっす、先生。ありがとう。先生。あれ、首が飛んだと思ったけど、やるね。おう、ブロー。それは慣れたよ。本当は生きてないと単にならないんだけど、ムカつくから殺そう。どうする？逃げるべきだが、いや、ここでやるしかない。 You cannot kill him, bro. 試し一刀流奥義。待て、血のつく雨。慣れたって。おお。なあ先生、なんで俺みてえなの拾ったんだよ。言葉遣いは。なんで自分を拾ったっすか。我らの仕事は人命を奪うこと。それ以外の時間は人助けに使いたい。まあ確かに俺は乱暴なところもあるが、真には可能性を感じてる。かあ、おえれえな。人助けとか意味わかんねえ。剣の扱いが雑だ。感情に振り回されている。怒り、そして迷い。俺は別に侍になりてえわけじゃねえ。こんなことしたって。初めから指導の志を持てとは言わん。だがもしいつかお前に守りたいものができた時、鍛え上げた剣の腕は必ず助けになる。守りたいもの。見ろ、あの桜の木を。幹が痩せ、まだつぼみのままだ。だがつぼみというのはあらゆる可能性を秘めている。お前も同じだ。可能性というつぼみが花開く時が必ず来る。あっ、なじょっとね。ろくでなし。不老じか。さあ、続きを。ねえよ。可能性なんて。ええよ。身分もねえ、金もねえ。生まれた時から俺には可能性なんかねえんだよ。やめてやる。何？やめてやるよ。こんな堅苦しい生活は真っ平だ。俺は好きに生きたいんだ。本気で言っているのか。ああ。だったら条件がある。条件？一本でいい。いつどんな時でもいい。私から一本を取ってみせろ。 Anytime, anywhere, land a single。 もしできたらお前が辞めるのを認めよう。付き合ってられっかよ。どこに行く気だ。道場は反対側だぞ。シオンから話は聞いている。お前はもう一本取ったのか。
俺を連れ戻す気か。好きにするがいいさ。だが最後に散歩くらい付き合え。This is the guy who died very fast. We couldn't even see what he is capable of, man. ここに眠るのはかつてのシオンの弟弟子だった男だ。名は鉄心。弟弟子？お前に似て素行の悪いやつでな。才能はあったが意欲に欠けていた。じゃあ随分と先生にしごかれたでしょ、俺みたいに。当時のシオンは自分の技術を上げることに執心し、今ほど指導に熱心ではなかった。結局鉄心は好きに生きると言い捨てて道場を出て行った。しばらく何も変わらない日々が続いた。その日もいつもと同じようにシオンはお試し御用に出かけ、罪人の前に立った。おお。しかし振り上げた刀をシオンはなかなか打ち下ろさなかった。まさか。ああ、シオンは気づいたんだ。目の前の罪人が鉄心だとな。鉄心は道場を出た後、やがて食うに困るようになり罪に手を染めた。先生はどうしたんすか。無論切ったさ、山田浅右衛門として。シオンははっきりと鉄心の最後の言葉を聞いた。あいつはこう言ったんだと。先生ごめんなさいと。それからだ、シオンが弟弟子の指導に熱を入れ人助けをするようになったのは。ブラインを落として生きればいずれ同じ末路をたどるかもしれん。お前がそうやって潰れていくのが惜しいと感じたのだろう。お前も同じだ。可能性というつぼみが花開く時が必ず来る。どうする、お前は一本も取らずにこのまま逃げ出すのか。天座か。先生、立ち合い稽古をしてくれ。So much talking, bro. ほう、以前とは違うようだな。今まで何かに真面目に打ち込んだことなんてなかった。でも、まだ脇が甘いぞ。もう一回。もう一回。もう一回。Now flashback to current, please. この人から一本を取りたい。この人は俺の可能性を初めて信じてくれた。なあ先生、俺は俺の可能性を信じてもいいのかな。そしていつか先生が言ったように、俺にも守りたい人ができるのかな。指先が冷たくなっていく。なのに胸から上は焼けるように熱い。そうか、俺死ぬのか。みんなここでこの化け物に殺されるのか。Oh, nice punch, bro. 俺が死んでも二人は逃がす。どんなやり方でもいい。全力で時間を稼げ。来ちゃダメだ。逃げろ。逃げてくれ。先生、勝てない。わかるだろ。
喉がやられて声が出ねえ。先生、逃げてくれ。一言でいい。声を。すみません、目をかけてもらったのに。ヌルガイさん、生きてくれ。君には可能性がある。可能性、俺にはどんな。Now he is a woman. We can change, I think.Little deep episode. I mean, lot of emotional thing happened, but yeah, I mean, this anime is going to be very good, man. Like, cannot wait for more episodes to come. It's very good. I mean, honestly speaking, this anime is very good compared to what I was expecting it before. In a couple of episodes, you don't like it that much, but as the story goes on.Like, it has a lot of stuff coming up slowly in all the episodes. So, yeah, I quite like, I think there could be a season 2 because we have like 9, 10, 11, 12, 13, 5 episodes left. So, 5 episodes won't cover the whole story. So, I think we will have season 2 of Hell's Paradise. At least, I think so, yeah.Because the story is very going very at a very decent pace, so I don't think they will rush into the end very soon in this season. So yeah, like season 2 is 100% expected. Okay guys, thanks for watching episode number 8 of Hell's Paradise, and I hope you enjoyed it. I'll see you next time. Sayonara.